ダブルオーはちょっと違うかな。ダブルオーはまたちょっと違うけど、まあシード、シードデスニー以降、まあシード、うん、シード、シードデスニー。矢田部亜希子です。今回はデイズハイウェイスター G ターボプロパイロットエディションをご紹介します。それでは早速行ってみましょう。ちなみにメーカーが一番おすすめするグレードだよ。こちらのデイズがですね、昨年の11月20日、2ヶ月前ぐらいかなにマイナーチェンジしたので、今回ちょっと取り上げていきたいと思います。で、私ね、9ヶ月前にデイズの長期レビューやってるんですけれども、結構ね、デザインが変わったし、まあそれだけじゃなくて、あと安全性能が充実したし、使い勝手が変わったし、みたいな感じで、結構ね、まあ変わってる部分が多いので、今日はしっかり皆さんにお伝えしていこうと思います。デザインがめちゃ変わった。そうは思わぬか。なんかツイッターとかまあ X か、もうくー X とかね、まあちょっとそういう SNS 関係を見たら、まあ、前の方のデザインが良かったっていう意見もあるんだけど、私はこっちの方がいいかなというふうに思います。で、なんでかっていうと高そうに見える。こっちの方がなんか前の方が少し軽自動車感があるデザインだったのかなというふうに思います。まずこの日産っぽくなったよね、この V モーショングリル、これわかる？この V モーショングリルがまた採用されたんですよ。ほんであとね、面白いのがメッキの使い方がめっちゃ面白いです。例えばここね、ここ一本一本こうギューギューってこうメッキ、ここまずここね、グリルのところあるんだけど、これがねちょっとずつ上に上がるにつれて太くなっているんですよ。だからここから見るとね、あの上り階段をこう上っていくような感じのなんかデザインになってるんですよね。それがめっちゃ面白い。こっちからも見てみる。なんかやっぱね、わかる？螺旋階段や。階段は登るものやから普通や。登り階段。螺旋階段。この、結婚式場とかこういうのあるやん。あとなんかちょっと豪華な中華屋さん。こういう感じ。だからそれがね、そういう感じがしてすごくかっこいいなっていうのと、あとライトね。ライトの部分、ここ。ここにメッキが入って、ここにこうメッキが入ってるから、これもなんかパッと見た時に面白いし、ライトつけた時に結構面白いので、これはねいいポイントかなというふうに思います。もうだからもうガンダム界をね、もう何回も言ってます。セレナの時も言ったし、アリアの時も言ったし、もうガンダム感、しかもねファーストのガンダム感じゃないんよ。もうシードとかシードデスティニー以降、ダブルオーはちょっと違うかな。ダブルオーはまたちょっと違うけど、まあシード、シードデスティニー以降、まあシード、うん、シード、シードデスティニー。で、ここですね。ここ。ここ、フロントフェンダーの部分が、ちょっと、ポコッとこう、出てないよ。出てないんですけど、前から見たら、ここがもう、ちょっと、えぐれてるので、ここがポコッと出たように見えて、あと、この、コグの辺とかも変わってます。だからね、一番変わったところといえばフロントデザインなのかなっていうぐらい、ここはちょっと特徴的な場所かなというふうに思います。ちなみにガンダム00の切ない不正鋭の声優さんは宮野守さんって言って、私が青春時代を捧げたあの方であります。一応ちょっと報告させていただきました。で、サイドここ面白いで、これ窓がちょっとキューって上がってるんですよ。スポーティーに見えます。それと別にそれが悪いっていうわけじゃなくて、 K スーパーハイトワゴンってこれはちょっと違うんですけど、一回りちっちゃい軽自動車っていう感じになるんですけど、 K スーパーハイトワゴンはギリギリまで大きくしてるじゃないですか、真四角で。で、ここね、荷物をたくさん積めるようにっていうのと、まあ大人数乗った時に快適にこう
広くてリラックスできるようにみたいな感じで、結構デザインが限られてたんですよね。こう真四角みたいな。でもこのサイズの車とか、そんなに大きさを重視してないから、荷物たくさん詰めるとかを重視してないから、本当にバランスの取れたデザインやなっていつも思います、このサイズのやつを見ると。だからまあ軽スーパーハイトワゴン流行ってるんだけど、一人で乗るとか学生さんとかがいらっしゃるんだったとしたら、私はこのサイズがいいのかなというふうに思います。運転もしやすいですしね。だからフル乗車する機会ってあんまりないじゃないですか、地方の大学生とかって。だから学校に通う、一人で通う、そんでたまに友達を乗せてどっか小倉とか行くみたいな感じだったから、このサイズのデザインがめちゃくちゃいい、すごく統一感があっていいかなというふうに思います。ほんでデイズにはですね、今回新しく新色が追加されてます。それがシルキーライラックって言って、青みピンクみたいな感じかな、ちょっとブルベの人が似合う色だから、イエベの人があんまり似合わん色やね。少し青みがかったピンクなんやけど、もう真っピンクじゃなくてちょっと大人っぽい感じのピンクになってます。ここが変わったんやて、ここちょっとこのまあフロントもこうビャーってこう羽みたいだったんですけど、リアのこの部分もちょっと上に上がってて、ビャーって羽みたいになってます。あとはライト、これ面白いね、やっぱり何回見ても。まあ一回ね紹介してるんだけどね、ここギュッここ入ってて、でここなんかビューっとなってて、ライトの形めっちゃ面白い。でこれね、ちょっと頭に入れておいた方がいいところが、まあノーマルのデイズとこのハイウェイスターになるとちょっとスポーティーな感じになってるので、まあそこもね確認していただけたらいいかなというふうに思います。ほんでハイウェイスターの方がやっぱお値段がちょっと高いです。だからまあその値段的にね、予算が決まってる人はまあそのノーマルを選ぶと思うんだけど、それは少しデザインも違うし、装備もハイウェイスターの方がちょっといい感じになっております。内装もね、高級、高そうな感じがする。でこれね、またちょっと違うんですけど、グレードによって。今回私がやったハイウェイスターね、これは合皮になってるんだけど、アイボリーとあと普通の布ね。だからそのシートのね、この質感によって結構車内のこの雰囲気が変わるので、それもちょっとね見てみた方がいいかなというふうに思います。もしこの高級感のある内装がいいのであれば、ハイウェイスターを選ぶとか、そういう感じになっております。でアイボリーはもう一般的なねノーマルのデイズだけみたいな感じもあるので、そこもねちょっとチェックしておいた方がいいかなというポイントです。デザインピアノブラック、ここね。ほんでシルバー、このシルバーもギラギラしてないやつと、ちょっとマットのやつと、ほんでこっちはギラギラしとるシルバーで、あとはやっぱステッチがちょっと赤のがピッ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 って入ってて、高級感のある感じになっております。いい意味で軽自動車とは思えないぐらいの車内のこのデザインとなっております。最近の軽自動車変わったね。私たちの時は樹脂丸出しだったよ。あとねちょっとこれ居住性見ていくんですけど、これ少しね気になるポイントかもしれない。まあサイズがねそんなにこう軽自動車の価格規格ギリギリまで大きいっていうタイプの子じゃないのであれなんですけど、これ今シートを一番後ろにした状態で私が届くんよね、これ足が。で軽スーパーハイトワゴンとかやったらもう届かないで、もう全然届きませんみたいな。で今はこう届くから、あれかもね、少しやっぱり身長の高い人、例えば180センチクラスとか170センチ後半とかっていう人はちょっと窮屈やなっていう風に感じるかもしれないです。足が長いからね、その分。でヘッドクリアランス、これは座面を今一番下にした状態にしていくよ。1、
1、2、3、4、5、拳5個分。じゃあ座面を一番上に上げてみましょう。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、23。でいくよ。ヘッドクリアランスが、1、2、3、4、拳4点ちょっと分ぐらいかな。これはね、窮屈って感じる人は少なそうよ。プラスチルとテレスコはついていません。こんな感じ。使い勝手がね、地味に変わってるの。地味っていうかね、地味なんだけどおもろいの、この変わり方が。まあ一応でも使い方は全部見ていこうと思います。まずはここね、ドアのところにペットボトルを置けるっていうのと、ここなんですよ、使い勝手が。皆さん、ドリンクホルダー、このドリンクホルダーにね、パカパカがついたの、ここに。ごめん、これ何のマークと思う？これ何のマークと思う？みんな、この幾何学的模様、え、これ、あ、飲み物や。幾何学的模様って言ってた。全然違いました。で、このペコペコがついたから何がいいかっていうと、このね、がっしりガードされるみたいな感じになってます。これがついてない時は結構ガクガクなってたので、まあそこが改良された点と、それによって入らんかな。これは紙パック職人の私からすると、ダーラン、ダーラン、合格、合格でございます。こんなところ誰が飲むの、コーヒーは。私カフェインアレルギーでこれ飲めんって言ってるのに、これ誰が飲むの、これ誰、なんでこんなん買ったの。てかもう自分が飲みたいからこれ買ったな、あんた。もうコーヒーは買ったらあかん。次、まあ入りなさい。助手席でございます。助手席ね。これ全然関係ないけど、シートいいね。ここ繋がってるからさ、こっちからも行けるしさ。あとさ、こ、運転席側をさ、ギリギリに止めちゃったらさ、これ移動してさ、助手席から出るっていうことがあるじゃん。その時にめちゃくちゃいい。ほんで、嫌いな人が乗ったら横にこうやって、ここ下げればいいしね。そしたらこっからは今夜、その嫌いな人が。だから、これはいいポイントです。で、変わったのがね、ここなんですよ。で、これ何が変わったかっていうと、ここの部分に溝が2個ついて、で、今までこの置くところが、平坦だったんですけど、これが少し角度がつきました。それによって、まあ、例えばブレーキ踏んだ時とかにボロボロボロみたいな感じで落ちなくなりました。でね、これちょっと今、はたちゃんの、タバコのね、吸うやつ借りてるんですけど、あのね、絶賛してたのは、ここにその、タバコの箱がぴったり、縦に入るっていうのと、まあ、あとこの真ん中の部分は、この吸う機械、これが、収まるっていう感じ。ただ、私はタバコを吸わないので、この使い方をしないんですよ。で、ちょっと、嫌やな、と思ったのが、これぐらい入らないよ、カードが。本当に。人差し指の第一関節いかんぐらい、少しこれ、出るのが、まあ、気になるところかなというふうに思います。あとね、もう一個気になるところで言うと、これね、携帯の充電、この USB があるのはいいんだけど、ここにあるんですよね。この部分。で、そうすると何が起こるかっていうと、もう、USB ソケットに挿すときに、このレバーにも当たるし、このシフトノブにも当たるし、ほんでこの携帯をさ、置こうと思ったら、まあここに置くじゃん。で、そしたらもう、短いコードを買えばいいんだけど、でも大体ね、普通に100均とかで売ってあるコード、みんな大体これぐらいを使ってると思うんですよ。短すぎんやつを。そしたらやっぱね、
もう引っかかる。それがちょっと気になるところやなっていうふうに思います。でもあれか、ここに3キロまで置ける机があるから、ここに置いたらどう？うん、OK。で、この下にはちょっとこの、まあ私やったらこれもうそのままゴミ箱に使っちゃうかなって感じ。コンビニとかでさ、ちっちゃい、あ、これじゃない？ちっちゃい袋、これのね、もう一個ちっちゃいやつがあるんよ。それやったらぴったり入る。ほっかほっか弁当とかでさ、プリンとか買った時についてくるこのちっちゃいやつ、それやったらぴったりこのビニール袋入るので、ここは私多分ゴミ箱にしちゃうかなーっていう感じがします。それとここ引き出し、引き出しにはですね、あ、いいんじゃない、パンと、あ、おむすび弁当、私今日こっちね、私今日おむすび弁当にする。これは当たる、見て、あー、こんな感じになっております。で、一番ね、みんなにね、見てほしいね、収納があるんよ。それが、さとこ大絶賛の、さとこって二児の母ね、大絶賛のここ。ここの収納。まあ、車検証とかこれ入れる収納なんですけど、これね、これ何が変わったかっていうと、上半分だけこうパカッと開くようになったんよ。これ何がいいかっていうと、運転席からこう車検証とかを取るときに取りやすい。今までは全部開くから、こうドアを開けてこうバカって取らないといけなかったけど、ここだけ開けば別にドアを開けなくてもスッと取れるっていう感じなので、それがいいかなというふうに思います。ちなみに車検証を取るタイミング、一時停止よ。もう一時停止の時に止まったと思ったけど止まってないみたいな感じになって、警察の人がちょっと車検証見せてもらえますか、止まったつもりでも。そんであとはここです。マックス2キロまで入るシートアンダートレイ、じゃじゃん、この部分、これいいよね。私結構多用したわ、デイズに乗ってる時。夏だったからさ、もうサンダル、女子とかさ、ミュールのサンダル結構高いやつ履くじゃん。ここになんかその入れてたわ、そのクロックスのかかとがちゃんとあるやつね、かかとがちゃんとあるやつ、これとかを入れてたわ。ほんでこっから出して履き替えて運転してたわ。で、あとおなじみのフックですよ。これ何キロまでか見たいね。固定や、固定か、固定やな。で、これつくやつや。この地面につくやつや。もうちょっとここにあったとしたら、ここがさ、プラーンってなるよ。これつくんよ。今までそのつくんやって言ってきたけど、今ちょっとふと思ったらね、そういう風に設計してあるんかな。だってさ、例えばここプラーンってやったらさ、止まった時とかにこう揺れるやん。ブレーキ踏んだ時とかに、こうやって。わかる？だからそうならないようにわざとこの位置にしてあるのかもしれない。例えばそれを考えてなかったとしても、こっちの方がいいかもしれない、もしかしたら。あ、多分そうだ。それでは鉱石見ていきたいと思います。これね、見て、鉱石のドアがね、これびっくりした、すごく乗り込みやすい。これさ、これ見て、ほら、なんかこのサイズ的にちょっとちっちゃいからどうかなと思ったけど、めちゃくちゃ乗り込みやすかったです。これすごくいいポイント。よいしょ。で、鉱石の居住性からまず見ていきましょうか。シートはね、リクライニングするのと、まあ、前後スライドします。で、前後スライドは一緒にこうやって動くんだけど、リクライニングは独立してるので、これもまたすごくいいポイントかなというふうに思います。
で、シートの質感はね、割と固め。固めだけど、しっかりしてるので、なんかこの座り心地が悪いとか、そういうことはないです。じゃあ、ちょっと、これ見てみようか。前のさ、席の時にさ、運転席少し狭いと感じる人もいるかもって言ってたじゃん。足がこう、届いちゃうから全然余裕で。でもその分さ、後ろまで下げてもさ、この後席の人の余裕はめっちゃあるよね。この膝から前のシートまでの。いくよ。1、2、3。拳3点ちょっと分ぐらいあります。割とこれびっくり。このサイズの車、後席はもう壊滅的かなっていうふうに思ってたけど、めちゃくちゃいい。で、次こっち側。いくよ。が、1、2、3、4、5、6、7、8。拳8個分。伸ばせるもんね、足。あれかも。ベイズ、後席の乗り心地めちゃくちゃいいかも。これ最高かもしれない。ヘッドクリアランスは、1、2、3、3点ちょっと分ぐらいあります。快適ですな。広い。それでは使い勝手見ていきたいと思います。今日の私とご飯は、おむすび、おかずセットでございます。うん。で、収納はね、ここ。このドリンクホルダー。あ、これいいね。ここがボコってなってるから取りやすいね。わかる？これ。これ取りやすいよね。ここ。なのと、まあ、あとここにスマホとか入れれる場所とか、ここね。で、それとここ。で、これはね、浅いんよ。だからこれなんか、子持ちの母、さとこが言っとったのは、ここが深かったら絵本とか入れてもピロンってならんけど、ここが浅いからこう、なんか薄い絵本やったらピロンってなるんやって。気になる人もいるのかなと思ったので、お伝えしていきました。こういう、なんかお弁当食べるとかって言うんだったら、前の席で食べるしかないんかな。でもなんかこれ、発想の転換で、机がないと終わるんじゃなくて、例えばここね、左右独立してシートが倒せるんやったら、ここ倒して、これはどう？これ。これどう？全然良くない？これ。あ、これいいぞ、意外に。あれちゃう？ノマドワークとかどう？これ。あ、割といいんちゃう？というのもさ、今石川県がさ、ちょっと地震があったりとかして、結構避難所とかが、私ずっと石川県で石川テレビで仕事をしてたので、ちょっとその関係の方たちに聞くと、まあ、ひどいところでは、例えば小学校の体育館とかに避難するじゃないですか。ただ、全員入らんかったりするんですって。で、その時に、まあ、車で逃げてきた人は、車中泊とか、そういうのをしてるらしいんですけど、このサイズの車の人は、どうやって過ごしてるんかな、っていうふうに、ちょっと今日は考えていこうと思います。で、あとはやっぱり今、車中泊、車でどっか遠くに行くっていうのも、そういう方も多いから、このサイズと車で車中泊するとしたら、みたいな感じで今日は、シートアレンジとかもお届けしていこうかな、というふうに思います。でこのまま行っちゃおうか。これそのまま後席パターン。あ、ちなみにこれ、後席を一番後ろにして背もたれを下げたら、こんな感じ。これやね。まあ、ここに寝ない時に布団を詰めるぐらいの、あれはあるのかな。で、ここ何が入ってんの？ここは荷物入れ？あ、荷物入るようになってる。これでも中からも取れるのがいいね。こういう風に、ペロン。こんな感じになっております。で、一番前に出してみようか。このシート。1、2、3。こんな感じ。でね。若干ここ、
ちょっと隙間が空いてるから、まあ、砂がついた荷物とか入れるときはここでボロボロボロって落ちるかもね。で、この落ちたら結構掃除が大変やから、そこはあるかもしれないですね。シートアレンジ見てみる？これで車中泊は多分無理やから、ここにボコっていうのがあるしね。ちょっと見てみようか。だから車中泊するとしたら、もうあれよね。このシートでやるしかないな。この荷室がどうこうとかじゃなくてね。これだと、だからさ、例えばさ、キャンプ用のさ、あのマットとか持ってなかったとしても、ここの隙間、だから家にある布団とかさ、ちょっとなんか、例えば服のパーカーとかをここに詰めたら、多分普通に寝れると思います。なんか、例えば、ちょっとエコノミー症候群とかならんように、ここにね、ちょっと少し段差つけたら、あ、全然いけるんじゃない？もし車中泊するならこれだな。だから、家にある布団とかをね、キャンプ用品とか、なんかそれ用のここに敷いたら平らになるみたいなのあるじゃん。ああいうのじゃなくて、この座面のところに少しタオル敷いて、その上に布団敷いたら普通に寝れます。以上、シートアレンジでした。安全性能が充実したっていうのも、今回の新型デイズの魅力となってます。で、どこが充実したかっていうと、まあ大まかに言うと、後ろ、下がったりするときとか、後方の視界を確認するときの、この安全性能がアップしたっていうのと、360度セーフティーアシストっていうのができて、これ何かっていうと、例えば、この、後ろに、今までもさ、この人がいたらちょっとピッ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 とかって言うっていうのがあったんだけど、その精度が上がったみたいな感じです。こう、いろんなところから、こう人が来たらピッ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 って言って減速するとか、なんかそういう風に、この、例えばまあ、それだけに頼るのはダメだけど、その安全に、例えば人とぶつからないとか事故を起こさないように、この働いてくれる、その機能が全体的にアップしたよというような感じになっております。だからまあ、安全面でね、ちょっとしっかりした方がいいっていう方は、まあ今ね、中古市場デイズちょっと安くなってるらしいんですけど、まあ新型デイズを買った方がいいのかなというふうに思います。高速道路でさ、追い越そうかなとかさ、ちょっと普通のこっちの遅い方の車が走る車線にこう行こうかなって言った時に、例えば、こうね、方向指示器開けて、変えようとした時に、こう、追い越す、後方から追い越す車が来てたとしたら、ここのね、サイドミラーのところがオレンジ色に光るんですよ。それがすごく助かる。もうもちろん見て、その来てないか来てないかってやるときもあるんだけど、例えばもう十何時間運転して、すごい疲れてるっていうときに、こういうのがあると、あ、危ない危ないとかってなるから、これはすごくいいところかなというふうに思います。嬉しい。走った感じ行こうか。これね、音がね、そのうるさいってほどじゃないですよ。めちゃくちゃうるさいってほどじゃないけど、多分少し大きめだなっていうふうに感じる人もいるかもしんないなって思います。うん。エンジンの音はほら。今聞こえるかな？マイクで拾うかな？これこれ。最近の、例えば軽スーパーハイドワゴンから、ちょっともうちょっとちっちゃい軽自動車にしようと思って乗ったら、あ、割と大きいなっていう風に感じる人が多いかなという風に思います。ただ、やっぱりこの小回り最高なんよ。小回り効くし、まあ今さ、横浜のあの日産本社周辺を走ってるんですけど、路中がめちゃくちゃ多いんですよね。で、その時に、っていうんかな、もう言ったらさ、路中するときさ、道が細かったらさ、中央線をさ、こう はみ出してこう前に行かんといけんときがあるやん。で、
ある程度のこの幅があったら、道幅があったら、それを線で中央線をはみ出さずにこう越えていけるっていうのと、まあ小回りが効くからちょっと細い道も、Google 先生とかはさ、結構細い道指定したりするじゃないですか、マップで。だからそれが、なんていうの、その Google 先生の道をそのまま行けるっていうのは、やっぱすごい、ま、もう日本の道に適してるかなというふうに思います。それと、立体駐車場をさ、入るか入らんかとかをさ、気にせんでいいんですよ。Kスーパーハイトワゴンはね、車種に、まあ、入れない立体駐車場があるんですよね、立駐が。多分昔からある古いやつは、なんかちょっと入れんやったりするんですよ。軽自動車なのに入れんのや、みたいな感じに。なっちゃったりするから、それがこれないっていうのが、もうどこでも止めれるっていうのも嬉しいポイントやなというふうに思います。向かうところ敵なしですよ、サイズ的に。ということで、今回は新型デイズをご紹介してきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか？購入の際にね、ああ、ここの使い勝手が変わったんだとか、まあ中古か新型を、新車を買おうか悩んでる方は、今のを見比べてみて、あ、ここの機能が違うならこっちにしようとか考えていただけると嬉しいです。この動画がいいねと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。オートサロン楽しかったかな？